思えば後悔は二つくらいしかないが、誕生日プレゼントが渡せそうにないこと、あなたに見せたかった服が無駄になってしまったこと、さよならしなきゃいけないこと、ああこれで三つ目か、まあいいか。せいで部屋を片付けなきゃならないよ、あまり時間がないのに、なんてことすんだ。でも冬が濃くなってそんな話を切り出されたら、次こそは泣いてしまうから、春じゃダメですか。いやいや春の雪に当てられたら、さすがのだろうから、夏にしよう、涙も汗と一緒に紛れるから、でも暑いのは嫌だから、秋にしよう。